皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマはとりあえずやってみるということについてお話ししてみたいと思います。このとりあえずやってみるっていうのがですね、案外できない人が多いっていうのは、私がコンサル生さんとお話をし始めて分かったことです。なぜかというと、私自身がとりあえず試した後にどうするか考えたり改善案を考えるタイプの人だったので、自分でそれをやってるとですね、それが割と当たり前だったりしてたんですけれども、例えばこういう方法がありますよねという話をした後にですね、一瞬その時ははいみたいな顔をして一旦帰るんですけど、その後なぜかよくわからないんですけど、家でですねいろいろこう考えてああでないこうではないっていうのを、ね、考えて、で1週間とか2週間経って、まあ、途中経過ね、例えば聞くようなケースがある場合に、あとどうしましたっていう、要はその時からすぐにやってれば、例えば何かしらの成果ないしは結果がもう出ているはずな頃にちょっと軽く打診すると、いやいろいろ考えてて何もやってないですとかいう答えをですね聞くケースがあって、それで衝撃を受けたことがあるんですね。で、分かったのがとりあえずやってみるができない人っていうのが、まあ、2タイプいるなとか思ったんですけど、まあ、1つはやっぱりそのやってみるっていうことに対する腰が上がるのが重いというか億劫というか、まあ、それが自分がねやったことがないこと、チャレンジしたことがないことだと、確かにその後どうなるのっていう想像がつきにくいから、動きにくいのは分からないでもないんですけどね。まあ、その勇気がないとか、あとやったことに対して、まあ、本人が勝手になんですけどね、失敗したと思ってしまうということになるのを回避している。最初から失敗するかしないかっていうか、うまくいかないかいくかはやってみないとわからなくて、かつうまくいくことを期待しすぎだと思います。特に初めてやるチャレンジ、ないしは開業初めてとか言ったら、一応私の方でね指南はしてますけれども、どっち行ったらいいって、それが 100% 全部成功なんてことがあったら、もうコンサルタントいらないですよぐらいの勢いですよね。確率が高いことはもちろんお伝えするんですけれども、その人の性格と性質とお客様と業界情勢と、あと時勢ですね、時流が変わると全部答えが変わってきちゃうので、結局やっやってみながら修正かけるしかないんですよね。だからとりあえずやってみることができない人っていうのは、そのリスクが嫌というか面倒くさいというか、まあ、完璧主義みたいなタイプの人がまずできないなと思ってるんで、事業をうまくいかせたいんだったら、まずそこをねスパッと捨てて、とりあえずやってみるっていう方が全然早く成果が出ます。はい。でもう一つは、自分が気が進まないことはその人無意識なんですけど、言い訳をつけて前に行かないようにするんですよね。例えば、そうだな、言い訳、例えば子供が熱を出したからとか、両親が急に入院したからとか、旦那が風邪でどうのこうのとか、まあ確かに聞いてると、まあ、それは仕方がないよねというような話もまあまああるんですけれども、それが毎日続くとおかしいですよね。明らかにやらないようにしているという感じです。だからそういうのを考え始めると、そういう言い訳とかも出てきてしまうので、そこを余地を挟まない方がねシンプルでいいです。だからやろうって決めたら、とりあえず一歩踏み出してやってみるっていう、その速度とレスポンスっていうのは、今後ますますオンライン化が進む時代では必要なスキルになってくるのでね、ぜひそういう思考をあまり持ってない方は、そういうふうに変換するようにね、ちょっと心がけてみるといいかなっていうふうに思います。